こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは山陽食品札幌一番カップスターガーリックシュリンプ味タテビッグバットマンパッケージになります。長い、ごめんなさい。バットマンはちょっとよくわかんないんですけど、個人的にハワイ関係は逃したくないのでゲットしました。ガーリックシュリンプの風味楽しませてください。食品札幌一番カップスターガーリックシュリンプ味タテビッグバットマンパッケージでございます。投げ、はい、ということでガーリックのいい匂いずっとしてますね。それではまずは一口いただきます。楽しみすぎますね。もうガーリックシュリンプ味、あ、それっぽくはある、うん、それっぽくはありますよ。エビ、エビ。うん。よく頑張った。よく頑張った。はい。それではこの商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント。うん。まずは、カップスターのバットマンパッケージが新フレーバーで登場。これいくつかフレーバーあったみたいですね。そのうちのこれはガーリックシュリンプ味ということでございます。はい、次、表面に張りがあり芯の歯切れが良く食べやすい麺。そうですか、ありがとうございます。僕にとっては麺が脇役なんでガーリックシュリンプ味と相性が良ければ OK です。次、ニンニクの風味が特徴的なガーリックシュリンプ味のスープ。そんな感じはちゃんとしました。はい、僕のアンテナで受信できました。次、香ばしいエビの旨味、ニンニクのコク、黒胡椒の辛味。どういうこと？おしゃべりしながらいただきます。はい。とにかくガーリックシュリンプを楽しみたいです。悪くないですよ、悪くないです。さすがに本物のガーリックシュリンプを食べたかったら、ハワイ料理屋さんに行くなり、そういうところから出入ってもらうなりしますけれども、お手軽にお求めやすい値段でポイッと食べられるんだったら、それはそれでね、ありだと思います。麺もいい感じ。うん。麺もいい感じですね。割と歯切れが良くて、全然邪魔になってない、スープを口に運んでくれる美味しい麺ですね。うん。頑張ってはいると思う。頑張ってはいると思います。雰囲気あります。ちっちゃいですけどね。それしょうがない。うん。うん、うん、うんとね。プリプリ感はある。プリプリ感あるの？頑張ってんな。ガッチュ。バットマンなんですけど、僕全く知らないんですよ。
一回も見たことがなくて、で多分その人間がバットマンについて語るのは非常によろしくないですよね。ナンセンスなんで、バットマンは割愛します。でもあれありますよ、ほら、あのナルトありますよ、バットマンナルト、あんな感じ。ああ、バットマンだ。うん、いいな、この麺でしゃばってなくて。この麺いいですね。ほどほどの歯切れ、ほどほどの弾力、ちゃんとスープを口に運んでくれる。おいしい。でしゃばりすぎてないけど、ちゃんと噛むとおいしい。うん、素晴らしい。手短にカップスター。このチャンネル実は初めてなんですね。手短にお話をしますと、ブランドサイトに特徴が書いてありまして、どこか懐かしさを感じる日本らしい風味を生かした味作りにこだわり、ほっとする安心感のある美味しさに仕上げました、だそうでございます。はい。一番最初にカップスターが発売されたのが1975年、醤油味ですね。で、その後の細かいデータも一応あるはあるんですけれども、ちょっと確認が取れてないのでここでは割愛します。で、この1975年っていうのがどんなタイミングかっていうと、その4年前、1971年にはカップヌードルが発売されてますね。で、このカップスターが出た翌年、1976年にはどん兵衛、焼きそば UFO といったあたり、1978年には赤いキツネ、1980年には緑のタヌキというような流れの中で、このカップスターは1975年、醤油味が発売されたと。で、この動画収録時のカップスターの定番フレーバーなんですけれども、スタンダードシリーズっていうので4種類。醤油、味噌、うま塩、豚骨と。で、和風シリーズっていうのもありまして、こちらはエビ天そば、きつねうどん、カリーうどんと3種類。この合計7種類が常時発売のフレーバー。で、それに時々こういうのがポーンと限定で入ってくるという感じですね。で、この後カップスターこのチャンネルでもやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。うん、ガーリックが効いてて美味しい。うん、ガーリックオイルですからね。ガーリックとオイリーさと、あと塩味ですね。うん、続いてガーリックシュリンプ、これ主役ですからお話をしたい。大ぶりのエビをたっぷりのガーリックオイルで炒めたハワイの定番メニューでございます。皮が柔らかくて味が馴染みやすい大ぶりのバナメイエビをたっぷりのオイルとガーリックで香ばしく炒めて、豪快に手づかみで皮ごとかぶりつくっていう食べ物ですね。僕も大好きです。パリパリの皮の歯ごたえ、プリプリのエビの食感、ニンニクの風味だとかオイリーさだとか塩味だとかっていうところはもうたまらなく美味しい。はい。発祥はハワイのオアフ島のノースショア、ここにエビの養殖が盛んなカフクという町がありまして、このエビを使って作られた食べ物だと。で、現地では人気の専門店、ジョバンニーズっていうお店がありまして、このお店が移動式のトラックで販売しているっていうスタイルが結構人気らしいです。はい。ということで、以上、簡単ではございますが、ガーリックシュリンプでございました。うん。普段食べてもいいなと思うんですけど、245円。どう判断するかですね。この値段をね。はい、残りこれだけになりましたので、一気にいただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。頑張ったんではないでしょうか。頑張った後が見受けられました。もちろん本物食べたかったら本物には絶対かなわないんですけど、それっぽいフレーバーっていうのはちゃんと実現できてたかなと思います。はい。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。
リスペクトタイムです。今回は三洋食品札幌一番カップスターガーリックシュリンプ味縦ビッグバットマンパッケージをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、雰囲気を楽しめましたという感じです。ありがとうございました。美味しくいただきました。ガーリックシュリンプっぽさ伝わりました。雰囲気はよく頑張ってると思います。本物を食べたい時の代わりにはちょっとならないんですけれども、もちろんエビが大ぶりじゃないし皮もパリパリいけないんで、ちょっとそこは難しいですけれども、雰囲気は十分楽しめました。ありがとうございました。というわけで今回は三洋食品札幌一番カップスターガーリックシュリンプ味縦ビッグバットマンパッケージをいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。